皆さんこんにちは。今日は喋りながらメイクをやっていきたいと思います。でこれからお出かけをするので、最後にねコーディネートとかを紹介できたらなと思います。準備動画っていう感じです。でも今日はねメイク中心にやっていこうかなと思います。ということで、じゃあメイクをやっていきたいと思います。結構ね今時間がないんですよ。ささっとメイクをやりたいんですけど、ちょっとお話もねしたいなと思うので、チットチャットメインにやっていきます。で久しぶりにここでやります。鏡とかを広げながらやっていきます。で、使ってるものはここら辺下の方に出しておきます。ということで、まずは化粧水。最近秋花粉でちょっと痒かったんですけど、お薬を飲んだりとかして少し和らいでますね。目が痒くてちょっとかいたりして、ここら辺が痒くなりやすいっていう感じですね。でもそんなに今激しくないですね。私は春よりは反応してないです。でインスタをね見てくれた方は分かると思うんですけど、この間ディズニーに行ってきました。ディズニーシー、すっごい久しぶりに行った。なんか多分1年は経ってないけど、1年近く行ってなかったので、すっごい楽しみにしてたんですけど、めっちゃ楽しかった。いつもよく会う友達と行ってきたんですけど、本当にね一日があっという間でしたね。なんか毎月会ってるのに本当にずっと喋ってるもうここはディズニーシーじゃないんじゃないかぐらい普通にいつも通り喋ってたから、レストランとかで休憩してる時とか、あ、いけないいけないみたいな乗り物乗らなきゃみたいな感じになってました。でみんなでお揃いの耳を買ってつけてずっと過ごしてたんですけど、あの耳がキラキラのスパンコールの耳なんですけど、それがずっと欲しくてやっとねつけれました。もうパーク内だけだからつけれるのはここぞとばかりにねつけました。で今日ベースメイクはこの2つを使います。ハワイで買ったやつ、なんかこの組み合わせでつけた時にすごい良かったので、今日もつけたいと思います。はい、こんな感じで伸ばしたらスポンジを使います。はい、こんな感じです。すごいね軽めのファンデーションなんですけど、カバー力もしっかりあって、なんか素肌感というか透明感があるような感じがして、すごいいいです。これで当日行ってから気づいたんですけど、センターオブジアスがやってなくて、私好きだから乗りたかったんだけど残念だった。なんか1日やってなかったですね。なんか工事してたのかな。でインディージョーンズとか乗ったり、トイストーリーマニアとかやりました。ほんと腕痛くなりますよねあれでも楽しいからね、あれ何回もやりたいんだけど、なかなか並ぶのが大変なんですよね。私が行った時はちょっと遅く行ったので、ファストパスがなかったんですよね。並ばないとっていう感じだったので大変でした。でパウダーはこれを使うんですけど、付属のパフじゃなくてブラシで塗います。ティッシュの上に出します。で11時に待ち合わせして行ったんですけど、ちょうどよかった。朝早くから行くとねもう疲れちゃうんですよね、一日歩いちゃうとそうだからもうそれぐらい、お昼ぐらいから行って遊ぶのがちょうどいい。でもなんかねそんなに疲れなかったですね。一日歩いてたけどそんなにもう帰ろうって感じじゃなかったです。やっぱね夢の国はねずっと遊んでられますよね。なんかああいう街並みのとこ住みたいとか思っちゃう。すごいやっぱ夢を与えてくれますねあそこは楽しかった、久しぶりに行けて。で私が行った時はちょうど真ん中だったんですよね。ハロウィンとクリスマスの間の時だったから、もう何もないみたいな感じで空いてるかなと思ったんですけど、まあまあ混んでたかもしれない。でもなんかクリスマスのものはもう置いてあったから、早めにクリスマスディズニーを楽しめましたね。
多分なんか腸とかは違うんだと思います。ちょっと見てないからわかんないんだけど、やっぱねクリスマスって本当どこでもなんかキラキラしてるし、あの雰囲気が本当いいですよね。普通の街並みとかでもすごい好き、イルミネーションが。はい、こんな感じです。めっちゃ良くないですか、このベースメイク。ファンデーションもいいんですけど、パウダーもすごいあのフィットするし、肌が綺麗に見えるんですよ。で、結構崩れにくかったので、すごい気に入ってます、この組み合わせ。この2つおすすめです。アイブロウはペンシルを使ってナチュラルに描いていこうと思います。今日は前マスカラしなくてもいいかなと思ったんですけど、少し塗ります。で、そしたら今日はこちら使います。この間プラザで購入したスティラのリキッドアイシャドウ使います。これがすっごいキラキラでめっちゃ可愛いんですよ。二重幅につけて指でぼかしていきます。めっちゃ綺麗。はい、こんな感じです。めっちゃキラキラしてるんですよ。これがすごい綺麗。見えるかな。でもちょっとブラウンを足したいのでアイブロウパウダー使います。こっちのブラウン使います。で、まだディズニーシーの話の続きなんですけどお菓子も買ってきたんですよ、帰りに。それもクリスマスバージョンになっててめっちゃ可愛いの。缶が本当に可愛くて、あんまり最近買わないようにしてたんですけど買ってしまいました。あと中身も美味しそうだったし、普通のクランチとクッキーになんかチョコレートがついたやつみたいなのが売ってたので買っちゃいました。じゃじゃーんこちらです。あ、耳はね、これです。これをつけてましたこのピンクのやつを買ってみんなでお揃いでつけてました。で、クランチのやつがこれです。ディズニークリスマス2019、こちらを買いました。こういうデザインとこういうデザインになってます。めっちゃ可愛いと思って買っちゃいました。で、これね、3種類の味が入ってるんですよ。ちょっと覚えてないんですけど。あともう一個はこれめっちゃ可愛くないですか、このクッキー。これはね、なんかクッキーにチョコレートが少しついてるような感じのやつで、あのハワイのホノルルクッキーみたいな感じに見えたので買っちゃいました。美味しそうと思って。で、この缶が可愛いからなんかに使いたい。このお菓子たちはまだ開けてないのでおやつに食べようと思います。で、ノーズシャドウも入れちゃいます。いや、本当にね、今時間がなくてお菓子を紹介してる場合ではなかったんですけど、本当時間ない。私一回なんかのんびりしちゃうとすぐなんかスイッチが切り替わっちゃってゆっくりモードになっちゃうから、常に急がないとやばい。で、なんかギリギリになってまた急ぐっていうそういうパターンが多いんですよね。アイラインもささっとやっちゃいます。インラインを引いてちょっと今日は伸ばそうかなと思います。はい、こんな感じで引いたらマスカラもちゃちゃっとやっちゃいます。
え、そしたらブロンザー使います。で、今日ね、言うの忘れちゃったんですけど、カラコンをしてます。めちゃめちゃ今更なんですけどポップレンズのスパニッシュワンデーのブラウンを使ってます。こう内側だけね、色を変えるような感じなので、すごいナチュラルなんですよね。それがね、本当好きで、これはリピートよくしてます。これね、2種類あるんですよ。このブラウンとグレーかな、それがあるんですけど、その2つよく使ってますね。で、チークはこちらです。ジュエのブラッシュデュオ、こちらを使います。これの薄い方を先に全体にこういう風に塗ってから、トップのところだけ濃い方をつけるのが好きです。なので今日も薄い方を全体に塗ってから濃い方を塗ります。このね、コスメ私初めて買ったんですけど、すごいいいですね。なんかパールが入ってないやつなんですけど、肌が綺麗に見えるんですよ、チーク塗っただけで。これめちゃくちゃ気に入りました。で、美容液成分とかも入ってるので、肌にも優しいらしいです。で、濃い方を使います。ここら辺にちょんちょんちょんと。はい、こんな感じで、ハイライトはキャンメイクを使います。この2色をね、混ぜて使います。で、シャーロット・ティルブリーのアドベントカレンダーをね、開けていいですかっていう風に言ったと思うんですけど、結構開けてもいいよっていう方が多くてありがとうございます。早めに開けるって言っても、全部をね、一気に開けるわけではなくて、やっぱりちょっとずつカウントダウンしてからやりたいので、1個か2個先に開けようかなって思ってたんですよ。それだったら大丈夫ですかね、開けてもとりあえず11月中に3個ぐらいまで開けて、で、またカウントダウンしていくっていう感じにしようかなと思います。どうですかそれだったらいいかな。まだそう、ちょっとずつね、もう使いたいんですよね。で、リップはまたハワイで購入したやつなんですけど、イブサンローラーのリップです。これ私が買った時はまだ日本に入ってきてなかったんだけど、今はね、買えると思います、日本でも。私のは112番。はい、こんな感じ。私のね、大好きなピンクベージュです。すごい可愛い。で、最後はフィックスミストをかけます。はい、メイク完成しました。こんな感じです。今日はね、がっつりメイクというよりかは、なんかナチュラルな感じなんですけど、しっかりメイクもした感もあるようなメイクにしました濃すぎないけど、ちゃんとしたメイクっていう感じのメイクですね。はい、ということでメイクはこんな感じでした。髪の毛はストレートでいいかなと思ってるんですよ。今日はそんなに巻かないでいきたいなと思って、なのでここら辺とかをちょっと内巻きにする程度にしようかなと思ってます。で、前髪がちょっと癖がついちゃってるので、ここは直します。
はい、というわけで着替えてきました。こんな感じ。これはアディダスなんですけど、このスニーカーめっちゃ気に入ってるんですよね。少しゴツめのスニーカーです。可愛いし軽いし歩きやすいんですよ。ディズニーもこれで行ったんですけど全然疲れなかったです。で、スカートはこの間購入した GU のスカートで、中も GU です。これはね、 V のねノースリーブになってます。もうこれを脱がない手で来ました。で、このねジャケット、コーデュロイのジャケット初めて紹介するんですけど、この秋に購入しました。秋って言ってもハワイ前に買ったんですよ。ちょっと早めに買ったから、なかなか着れなくて紹介できなかったんですけど、お店の名前が忘れちゃったのでここら辺に出しておきます。これめっちゃ可愛くて気に入ってます。で、カバンはこのキラキラのガチャガチャしたカバンです。はい、ということでファッションはこんな感じです。はい、ということでこんな感じでした。では行ってきます。